さあ双方攻守の方向の向きを変えまして、これより第2クォーターに入ります。山口大学は今度はメインスタンドから向かって左から右に攻める格好に変わります。山口大学セカンドダウン12、画面乱れました、失礼いたしました。山口大学ここはパスプレーを展開しました。左に展開していたワイドレシーバーに88番にパスを通しまして、キャッチアンドラン、約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。まず確実にキャッチ決めましたのは山口大学88番の小山でした。工場高校出身2回生です。山口大学サーダン8、ナイスゲイファースター。ここで山口大学は今度右側に展開しておりましたレシーバーにパスを投じました。ワイドレシーバー42番、見事にこのパスをキャッチアンドランしまして、攻撃権更新果たしております。山口大学ファースター。さあこれによりましてファーストダウン点に入ります。これはナイスディフェンス。山口大学今度は中央へのランプレーを11番に託しまして完工しようとしましたが、ここで山口東京理科大学ディフェンス陣が殺到しまして、このランを阻止しております。見事タックルしましたのは77番、69番のプレイヤーでした。69番は松尾、福岡工業大学附属高、上等高校出身の1回生です。77番、同じく1回生、長広慶心高校出身です。さあ再びランプレーを投入しました山口大学。ランニング枠11番、今度は左オフタックル付近突破しまして、約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。続いては敵陣18ヤード付近からサードダウン、残り7ヤードです。さあこれによりまして山口大学サードダウン残り9ヤードに変わっております。キャリアは11番の木下、木山でした。笠岡高校出身、こちらも1回生です。さあその木山に再び託しました。左オフタックルランプレー、見事に決まりました。11番、木山、味方ブロッカーを生かしました左オフタックルランプレー、見事に決まりまして攻撃権更新です。山口大学ファースターン、見事なランを披露しましたのは山口大学11番木山、池田、失礼しました、笠岡高校出身の1回生です。さあランプレーによってさらに来ます。今度はキャリア14番、密集点をハンドオフを託されまして突破を図りました。相手タックル受けながらこれを見事にかわしまして、見事約3ヤードから4ヤードゲインとしています。続いては敵陣4ヤード付近からセカンドダウン、今度は中央のランプレーを14番の中山が見せました。広島上高校出身3回生です。再び集体のランプレー、これは素晴らしい攻防でした。同じく14番の突破力により一気にエンドゾーン狙わんというところでしたが、ここで山口東京理科大学も奮闘しまして、このランプレーを阻止しサードダウンに変えています。キャリア14番、
に対し、山口東京理科大24番が見事に対応しまして、このランを阻止しております。サードランに変わります。ここでレフェリータイムアウトが入っております。非常に白熱したプレーが展開されておりまして、負傷者が発生した模様です。試合再開です。山口大学サーダウン2ゴール、残り3ヤード。ここで山口大学は左オープンへのランプレー、ランニングバック11番トスを受けまして左オープン展開しまして、相手ディフェンスをかわしてそのままエンドゾーンに走り込んでタッチャー。山口大学ここでランニングバック木山のランプレーによりましてタッチダウン重ねまして6点追加となっております。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、山口大学20点、山口東京理科大学0点、そのスコア3ポゼッション差となりまして山口大学がリードを保っております。企業さんメッセージありがとうございます。また熊五郎さんもメッセージありがとうございます。本日は試験的にといいますか、私自身も初の試みですがリプレイを加えてみております。操作自体が本日初めて実際にやっているという状況ですので、うまくできる自信はまだありませんが、できる限りお眼鏡かなうように頑張ってみたいと思っております。さあタッチダウンを上げました山口大学のキックオフで試合再開となります。さあリターンに入る山口東京理科大、さあ相手ディフェンスをかいくぐり左オープン展開しまして81番、自陣27ヤード付近を確保しこの位置からの攻撃となります。ここでウォーターブレイクに入ります。ケイシ様、現在パイソンズ本当に奮闘していると思います。ヒット力は確かに山口大学多くの強豪たちに揉まれたその力強さあふれるところにありまして一律の長ありといったところですが、これに真っ向ひるまず果敢に挑んでいっているところ非常に、好感が持てます。厳しい状況、しかしこのチャンス生かさんというその闘志あふれるプレーを感じております。さあウォーターブレイクとけまして試合再開となります。攻撃権は山口東京理科大学、ボールオン自陣28ヤードからファーストダウン10。
さあここでオプションプレーを展開しました。クォーターバック24番ハンドオフをフリックしまして、自ら中央に体をねじ込み、このランプレー決めまして、約8ヤードのゲインを果たしております。ここでクォーターバック24番朝比奈、自らのランによってチームを鼓舞せんと現在奮闘をしております。山口東京理科大学、セカンドダウン残り2ヤード、ボールオンは自陣35ヤード。さあ再びクォーターバック朝比奈がキープしました。左オープンのランプレー、相手のプレッシャーをかいくぐるように左オープン展開しまして、見事にこの攻撃を更新する形に成功いたしました。山口東京理科大学ファースト、まずこの攻撃シリーズ更新することに成功しましたのは山口東京理科大学24番朝比奈、佐世保西高校出身の4回生です。立ちはだかります。今度はランニバックに託して中央のランプレーを展開しようとしましたが、ここにディフェンスライン59番が立ちはだかり、このランプレー1ヤードにとどめました。見事対応しましたのは山口大学59番の、吉川、京都共栄学園出身の1回生です。双方ともルーキーがこの開幕戦から活躍しております。パス成功、見事です。攻撃権更新、山口東京理科大学ファースト。ここでクォーターバック24番パスプレーに転じました。ワイドレシーバー81番このパスを見事キャッチしまして、攻撃権更新です。山口東京理科大学ファースト、見事なパスを投じましたのはクォーターバック24番の朝比奈、取りましたワイドレシーバー81番は長岡、慶心高校出身の2回生です。さあここでイエローフラッグ、反則が発生した模様です。審判団からイエローフラッグが投じられますと反則発生を意味します。先ほどの反則は果たしてどちらのチームにありましたでしょうか。現在先ほどのプレーに関して審判団協議を重ねております。先ほどのプレー反則は発生しておりませんでした。フラッグそのものが無効という形で正式なプレーとして認められております。したがいましてランプレーによる原因、1ヤードほとんど出ているか出ていないかというランプレーという結果になっております。画面表記上はノーゲインとしまして、セカンドダウン10という状況で試合再開に変えさせていただきます。試合再開です。山口東京理科大学セカンドダウン、さあここで残り前半残り時間が2分となりましたので2ミニッツウォーニング、残り2分でここでレフリータイムアウトが入ります。2024年シーズン、今シーズンからルールに改正が入っております。従来はこの残り2分の状況、前半後半ではタイムアウトなくそのまま
転する形でしたが、 NFL 同様に2ミニッツウォーニング、残り2分の段階でタイムアウトは自動的に取られる形になりました。残り時間少ない状況での攻撃を展開するために非常に重要な2ミニッツウォーニングに入ります。タイムアウトの残数で言いますと、現在山口大学が前半残り3回、山口東京理科大学が前半残り2回という状況になっております。このタイムアウトの残数も非常に重要な情報になってくると思われます。さあ、タイムアウトを解けまして試合再開となります。残り時間2分、2ミッツモーニング、山口東京理科大学、相手陣46ヤードからファーストアウト。ここはまず山口大学が見せた。クォーターバック24番が左オープンのランプレーを展開しまして、まず1点目の展開をしようと考えていたところですが、しかしここでディフェンス殺到し、最終的に山口大学10番がタックルしまして、このラン阻止しております。見事なロスタックルに決めましたのは10番の木下、クォーターバック兼任のプレーヤー、池田高校出身3回生です。中で倒れているため時計は回り続けます。山口東京理科大学ハーフウェイからサーダウン14、ナイスパスカット、パス不成功。ここで中央、縦に切れ上がりました。レシーバーにパスを投じました。ディフェンスの1対1の勝負に持ち込み、なんとかこの状況を突破図らんというところでしたが、これは山口大学ディフェンスバック素晴らしいカットしまして、パス不成功となっています。結果的にパス不成功によりダウンを失い、山口東京理科大学は、フォースダウンに変わります。さあ、フォースダウン残り14ですが、プレーを展開します。フォースダウンギャンブル、14ヤード突破しないと攻撃権を失いますが、さあどうのプレーでいくか、パス不成功。これをパスで突破を図りました。縦に切り上げましたワイドレシーバー、24番にパスを投じましたが、しかしこれはカットされましてパス不成功。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー、攻守変わりまして攻撃権山口大学に変わります。果敢にタッチダウン狙わんとフォースダウンギャンブルを敢行した山口東京理科大ですが、実りませんでした。攻撃権変わりまして山口大学が残り時間1分3秒の攻撃に入ります。さあ、ランプレー入った。ここでホイッスル、まずはランニバック99番にオプションピッチしまして、左オープンから縦に切り上がらせまして約7ヤードのゲインとなっています。ここで山口大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。山口大学1回目のタイムアウトです。続いては黒人42ヤードシーンからセカンドダウン残り3ヤードです。アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れますと時計が回り続けます。逆に言いますと、ボールを持った選手が外へ出たとき、あるいは前パスが失敗した際にはその時計が止まります。これによりますその時計の進捗を生かすのもこの2ミニッツウォーニング、非常に重要な要素になってまいります。山口大学残り時間52秒、そしてエンドゾーンまで残り42ヤードの攻撃ゾーンシリーズに入ります。山口大学セカンドダウン3、ボールオン相手陣43ヤード、試合時間前半残り52秒、
ッチアップ。ここでクォーターバック10番左奥走り込んだレシーバーにパス。レシーバー88番相手ディフェンス振り切りまして、それをボールキャッチしまして、一気にエンドゾーンに駆け込んでタッチアップ。山口大学鮮やかなパス攻撃によりましてタッチダウンを加え6点追加となっております。見事なタッチダウンパスを取りましたのはワイドレシーバー88番の小山でした。工場高校出身の2回生です。そしてこのキック決まりまして1点追加、山口大学27点、山口東京理科大学0点となっております。たけし吉田様メッセージありがとうございます。リプレイ機能は非常に好評の模様です。私自身は正直言いますと、このリプレイというものはスタンド観戦では本来見ることができませんので、私自身はあまり望んではいない機能ではあるのですが、残念ながらやはりプレーをその場で見返したいという要望も実際にあります。それに応えられる形になっていれば幸いに思います。そしてこの立ち上がりを得た山口大学のディフェンス陣の集まりも確かに 目を見張るものがありますね。さあ山口東京医科大リターンに入る。ここでもカバーチーム素晴らしいカバーを見せています。左オープン展開しまして状況打開図らんというところでしたが、ここでカバーチームが殺到しまして、このリターンを潰す形に成功しております。山口東京理科大学自陣18ヤードからの攻撃になります。山口東京理科大学自陣17ヤードからファーストダウンです東京理科大パスプレー取りました。クォーターバック24番左に流れてワイドレシーバー26番にパス、これを24番見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。山口東京理科大学ファースター、ここですかさずタイムアウト投入しまして時計を止めます。山口東京理科大学一気に押し返しまして自陣42ヤードからの攻撃に入ります。見事キャッチしましたのは、パスを投じましたのはクォーターバック24番朝比奈4回生、佐世保西高校出身、取りましたワイドレシーバー26番が中原、山口中央高校出身の1回生です。さあ陣地を押し返す形になりました。再びプレーを決めまして、今度はタッチダウンを上げる形になるでしょうか。山口東京理科大学ボールオン自陣43ヤードからファーストアウト、前半残り時間27秒。ここでスクリーンパスを投じました。相手のディフェンスのプレッシャーをかわし、ランニングバックにキャッチアンドランを図らせるブロッカーをつけたデザインプレー、スクリーンプレーを展開し状況打開を図りましたが、これは山口大学アジャストしまして阻止しております。すかさず山口東京理科大ここで最後のタイムアウトを投入しました。これで山口東京理科大前半のタイムアウトはなくなりました。
る時のお前が現役の時も。山口と教員ゲーションしよ。さあ残り時間12秒、山口東京理科大学ボーロン自陣46ヤードからの攻撃に入ります。ダウンはセカンドダウン、残り時間、残り距離獲得距離は7ヤード、しかしエンドゾーンまでの距離で換算しまして54ヤードのこのシリーズ、果たして決めるでしょうか。山口東京理科大学セカンドダウン、2位ダウン。ここはあえて時計を回す形にいたしました。無理をせずこのまま前半終了するという選択をした模様です。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半終了し、前半終了いたしまして、前半終了となりまして、山口大学キャンブラーズ27点、山口東京理科大学ボールパイソンズ0点、山口大学が4つのタッチダウンを重ねまして前半の主導権を握った格好で前半終了となっております。しかし